声の姿勢だより、令和4年11月号。この録音図書は、目の不自由な方々のために、姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1、クローズアップ。広報スタッフが行く、文化巡る秋。秋が深まり、お出かけに気持ちよい季節が巡ってきました。 11月の土曜日、日曜日は関西文化の日。いつもは入館料が必要な、潮寺山古墳学習館、歴史民族資料館、安中神殿会所跡、旧上岳住宅の入館料が無料となります。そこで広報スタッフが本市の文化スポットをご紹介します。 四音寺山古墳学習館大竹5電話ワックス941-311411月5日6日入館無料四音寺山古墳は古墳時代中期に作られた中川地最大の前方公園墳学習館では古墳の出土品を中心とした展示や マガタマ作り体験などで、楽しく、八尾の古墳時代を学べます。埋蔵文化財調査センター、幸い町4。電話、フックス、994-4700。11月12日、13日、休日、開館。通常は、平日のみ開館。 市内の埋蔵文化財の発掘調査で出土した遺物や遺構写真などを展示・公開している施設。遺物の組み立て、接合作業などを見学できます。歴史民族資料館、地塚さん電話941-3601、ワックス941-6193、 11月5日6日入館無料市内の文化財の収集保存展示公開をしている施設河内木綿、八尾の歯ブラシについての展示や春や秋には特別展示や企画展示講演会なども開催しています安中神殿開所跡 旧上岳住宅上松町1電話 FAX992-531111 月19日20日入館無料安中神殿の会所跡を継承した市指定文化財古文書や民具の展示のほか 古民家での記念撮影や夜間開館などのイベントも開催しています。恩寺神社、恩寺中町5収穫を神へお供えする歌津つさい戦行事が市の無形民族文化財に指定されている神社、布団太鼓とみこしが巡行する夏祭りが有名です。玉の親神社、 高田5国重要文化財である日本最古の金星と知られる、生札を持つ古い歴史のある神社。境内では長鳴き鳥が飼われています。湯気寺跡、東遊戯、3 770年に完成したとされる塔があった諸徳天皇ゆかりの寺、国史跡、 関山路本町1。江戸時代中期に八尾子内町の合商であった石田前衛門俊夫が設けた詩塾毎週土曜日と3月から11月の祝日公開。旧法寺寺内町、旧法寺4。戦国時代に寺内町として整備され。 450年以上の歴史を今も残す町並み。9月には町並みを生かした灯籠祭りが開催されています。茶吉庵、恩寺中町3。地区250年の川下面丼屋を再生した国登録有形文化財、萩原家住宅、カフェやギャラリーなどもあり、中に入って歴史を堪能できます。 水飲み地蔵院からの風景、甲立986水飲みさんとして親しまれている地蔵院では、大阪平野が一望できます。それぞれの施設や、そこを散策している様子、作業や体験をしている様子の写真があります。各施設では、種子の消毒や体温測定など、 新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。バスに乗ってこキャンペーン。八尾市藤井寺市お出かけ応援事業。期間。来年2月28日火曜日まで。運賃。大人100円。承認50円。1回の乗車。対象など。 詳細は市ホームページをご覧ください。阪南大学の学生おすすめスポット紹介。包括連携協定を締結する阪南大学の学生がキャンペーンとコラボして路線沿いにある魅力を発掘しリーフレットを作りました。詳細は市ホームページをご覧ください。 2. 新型コロナウイルス関連ワクチン情報。新型コロナウイルス関連情報。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合の医師の届け出について、9月26日から、 全国一律で見直しが実施されました。発熱などにより受診を希望する場合は、基本的には発熱外来、診療・検査・医療機関を受診するというこれまでの流れは変わりませんが、受診後、陽性と判明した場合、発生届の対象とならない人は、ご自身で陽性者登録センターへの 登録が必要となります。詳細は市ホームページをご覧ください。検査や診断後の流れコロナを疑う症状ありの65歳以上重症化リスクのある人妊婦0歳児から9歳児は診療検査医療機関に電話して受診陽性の場合 医療機関が発生届を提出、保健所から SMS、ショートメッセージサービスで連絡あり。ただし、0歳児から9歳児と重症化リスクのある人でも、医療機関で重症化リスクが低いと診断された場合は、ご自身で陽性者登録センターに登録の必要があります。 陽性者本人がウェブで申請、QR コードがあります。電話の場合、電話06-4400-0923、療養証明書の発行はできません。コロナを疑う症状ありの65歳以上重症化リスクのある人、妊婦0歳児から9歳児以外の人は、 診療、検査、医療機関に電話して受診。検査、キット配布センターから配布されたキットによる自己検査もか。陽性の場合、ご自身で陽性者登録センターに登録。無症状の人は、無料検査事業の利用、または自己検査。陽性の場合、 ご自身で陽性者登録センターに登録。どこに電話をしたらいいかわからない場合は、八尾市新型コロナ受診相談センター、電話994-0668、平日8時45分から17時15分、f クス9 2 2 4 9 6 5夜間休日は、 電話050-3531-4455抗原検査キットの配布について大阪府検査キット配布センターにウェブ申請もしくは電話電話0570-550-353毎日9時から19時対象者は 大阪府ホームページをご覧ください。陽性者登録センターについて、大阪府ホームページからウェブで登録してください。電話の場合、電話06-4400-0923。毎日9時から17時。登録後に、健康相談や、 宿泊療養を希望する場合は、自宅待機 SOS に連絡してください。電話 0570-055-221FAX06-4560-9037 毎日24時間問い合わせ保険予防課電話 9 9 4 6 6 4 4 f クス922-4965新型コロナウイルス感染症流行下における健康状態に関する調査研究国内大規模調査を実施します新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、後遺症や心身の健康と 社会生活の状況などの実態調査として、国立国際医療研究センターと健康まちづくり科学センターが共同で研究を行います。市内にお住まいの5歳から79歳の人の中から約3万5000人を抽出し、11月上旬に調査案内をお送りします。 この調査の結果は、医療体制の構築など、感染後の回復支援のための基礎データとして活用するとともに、本市の健康づくり施策の資料となりますので、お手元に調査案内が届いた人は、調査にご協力ください。回答方法。5歳から59歳の人。インターネットによる回答。 60歳から79歳の人、紙面による回答。回答期限、11月30日、水曜日。問い合わせ、専用コールセンター、電話、067177-9541。開設期間、11月1日から30日。先の日程以外は、 健康まちづくり科学センター電話9 9 4 0 6 6 5フックス9 2 2 4 9 6 5新型コロナワクチン接種のお知らせ10月3日時の情報です。最新情報は八尾市新型コロナワクチン接種情報サイトに掲載しています。 オミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました。対象者、1回目、2回目接種を完了した12歳以上の人、接種には接種券が必要です。ワクチンの種類、ファイザー社またはモデルナ社のオミクロン株対応ワクチン、いずれもオミクロン株と従来株に対応した2価ワクチン、 接種間隔、回数。前回接種から5ヶ月以上経過後に1回。国において接種間隔を短縮する方向で検討中です。オミクロン株対応ワクチンは1人1回の接種です。接種費用、無料。接種場所、予約方法。 集団接種会場総合体育館ウィング青山町35-24東和ライブタウン八尾南若林町1-84-2実施日時は会場により異なります東和ライブタウン八尾南での最終実施日は 12月25日を予定しています。予約方法。八尾市新型コロナワクチンコールセンター。電話0570-008-633。または八尾市新型コロナワクチン集団接種予約サイトから予約。総合体育館ウィングでは接種券と 本人確認書類を持参すると接種できる予約なし接種を実施しています。会場の状況によってはお待ちいただく場合や接種できない場合があります。個別医療機関接種を実施している個別医療機関は、八尾市新型コロナワクチン接種情報サイトをご覧ください。予約方法 各医療機関によって異なります。詳細は各医療機関にお問い合わせください。接種券の発送時期。前回接種から5ヶ月が経過するまでに発送します。接種可能時期が変更になる可能性があります。それに伴い発送時期が変更になる場合があります。 本市が発行している未使用の3回目または4回目の接種券はオミクロン株対応ワクチン接種に利用が可能です。紛失された場合などは再発行ができますのでワクチンコールセンターまでご連絡ください。1回目2回目接種を検討されている人1回目2回目接種は 従来型ワクチンの接種となります。接種場所、個別医療機関で接種が可能です。接種を実施している医療機関は、八尾市新型コロナワクチン接種情報サイトをご覧ください。新型コロナワクチンとインフルエンプクチンは同時接種できます。秋から冬にかけて、 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されています。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は単独で接種した場合と比較して有効性及び安全性は劣らないと報告されています。インフルエンザワクチン以外のワクチンは同時に接種ができません。 互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。インフルエンザワクチンは集団接種会場では実施していません。個別医療機関で予約してください。高齢者などのインフルエンザワクチン接種については今年度に限り無料となります。詳細は あとの健康の項目でお知らせします。八尾市新型コロナワクチンコールセンター。電話0570-008-633。ファクス0 7 2 9 2 3 1 9 8 5受付時間9時から17時。土曜日、日曜日、祝日も実施。 一定時間ごとに通話料が発生します。3マンスリートピックスマンスリートピックス1スマート貸し出しサービスを開始します。10月28日からスマートフォンが貸し出しカードにスマートフォンやタブレットから図書館ホームページの利用者メニューにログインすることで 貸し出しカードのバーコードを画面上に表示するサービスを開始します。バーコードを表示すると、貸し出しカードの代わりに、窓口や自動貸し出し機で資料を借りることができます。貸し出しカードを持ち歩かなくても、資料の貸し出しを受けることができます。移動図書館ではスマート貸し出しは利用できません。利用方法。 1. 1スマートフォンやタブレットで、八尾市立図書館のホームページにアクセスします。2. 利用者メニューのログインするをクリックします。3. 利用者番号、パスワードを入力し、ログインします。4. スマートフォンの画面にバーコードが表示されます。貸し出しカードの代わりにご提示ください。 電子図書館サービスをご利用ください。自宅にいながら手軽に本を借りられ、パソコンやスマートフォンなどで読書が楽しめます。利用対象者は市内在住、在勤、在学の貸し出しカードを持っている人です。利用方法など詳細は、八尾市立図書館ホームページをご覧ください。電子図書館は、 流下図書館指定管理者の事業です。問い合わせ、八尾図書館、電話、993-3606、ファクス、923-2937。マンスリートピックス、2、2025年、大阪・関西万博を盛り上げよう。実際若返ろう。 八王子の健康づくり大阪府では元気に過ごせる健康寿命と平均寿命の差が約10歳も開いていることから2025年大阪関西万博に向けて10歳若返りプロジェクトに取り組んでいます本市においても一人一人がより楽しく健康づくりを続けていけるよう 企業などと連携して取り組みを進めています。若返りに役立つコツを紹介。八尾市健康まちづくり計画から。食事はよく噛んでゆっくり食べよう。正しい航空ケアで80歳で20本以上の歯を残そう。日常生活の中でできるだけ体を動かし、運動習慣を身につけよう。 花園エキスポにブースを出展します。ワクワクする未来を見て、触れて、体験。11月5日土曜日、6日日曜日、10時から16時、東大阪市花園中央公園、5日は一部17時まで。本市ブースでは市内企業と連携し、 実際、若返りのコツを体験などを通じて学んでいただけます。ぜひお越しください。当日直接会場まで。イベントの詳細は市ホームページに掲載しています。問い合わせ、ヤオプロモーション万博推進プロジェクトチーム。電話、924-4002。ファクス、 924-01354.Notice from the y a h City 10月1日時点の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、内容が変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。暮らし詳細はホームページでご覧いただけます。 国民健康保険証の送付新しい保険証を10月8日以降に簡易書き留めで順次郵送しています保険証の色は茶色に変わります有効期間は原則1年間です保険証に記載されている内容住所、氏名、生年月日などに誤りがあればご連絡ください 新しい保険証は届き次第ご使用いただけます。古い保険証は各自で処分をお願いします。問い合わせ、健康保険課、電話、924-3865、f クス923-2935、男女共同参画センター、すみれが移転します。 11月28日に移転。移転先。社会福祉会館2階。本町2-4-10。会所日時。平日9時から17時。年末年始除く。変更なし。電話、パクス。923-4940。変更なし。11月22日までは。 現施設、公園管理事務所内で解消しています。移転作業のため、11月24日25日は休所となります。休所期間中の連絡先は、人権政策課、電話924-3830、ファクス924-0175、 セミナーや交流会など随時行っています。詳細は施設の催しの項目をご参照ください。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間。一人で悩まず、まずはご相談ください。女性のための特設法律相談。日時。 11月11日金曜日21日月曜日いずれも13時から16時30分場所男女共同参画センター内容女性弁護士による離婚、親権、DV、相続、遺言などの相談店員各4人 一人三十分申し込み順。その他の相談窓口は相談窓口十一月に掲載しています。申し込み問い合わせ。十一月一日から。窓口電話。男女共同参画センター。電話、ファクスもに。923-4940。マイナンバーカード。 申請と顔写真無料撮影サービス。日時、11月13日日曜日。丸1、8時45分から16時。場所、市役所本館1階市民課。丸2、10時から16時予約制。場所、リノアス地下1階。平日は各出張所。 リノアス、市民化で申請できます。予約不要。マイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間が12月末まで延長されました。申し込み問い合わせ。電話、予約専用サイト。市民化、電話、924-3933。ファクス、924-0220。 生ゴミ処理機の購入圧戦家庭から排出される生ゴミの原料やリサイクル推進のために生ゴミ処理機の購入圧戦を行っています。購入への助成はありません。申し込み問い合わせ。申し込み書で。窓口、ファクス、郵送。郵便番号581の 零零一七、高見町五二二、清掃庁舎内、循環型社会推進課、電話九二四の三八六六、ファクス九二三の七一三五、八尾市民応援給付金の申請は、十一月三十日までです。 八尾市民応援給付金の申請で、水色の封筒が届いた世帯は、11月30日の申請期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。問い合わせ、八尾市民応援給付金コールセンター。電話、0570-020-804。ファクス、991-6251。 平日9時から17時、緊急地震速報による訓練放送を配信します。11月2日水曜日10時、J アラートを活用し、緊急地震速報、訓練法を防災行政無線により配信します。この機会に避難所の場所や家族との連絡方法などを確認するとともに、 身の安全を確保するなど、各自でできる避難行動の確認をしましょう。防災行政無線の内容をもう一度聞きたい場合は、電話で確認することもできます。電話0800-200-8071通話料無料問い合わせ危機管理課電話 924- 9870FAX924-3968 大阪府最低賃金のお知らせ最低賃金はパート、アルバイトなどを含む府内の事業所で働く全ての労働者に適用されます時間額1023円問い合わせ大阪労働局賃金課 電話066949-6502ファクス066949-6034野焼きは禁止です。野焼きは一部例外を除いて環境関係法令で禁止されています。農業に関する野焼きやキャンプファイヤーに関する野焼きなど 例外にあたる場合でも、周りの生活環境に影響を及ぼさないよう十分に注意してください。詳細は市ホームページをご参照ください。問い合わせ、環境保全課電話924-3841、ファクス924-0182、11月9日から15日は、 秋の全国火災予防運動習慣秋から冬にかけては空気が乾燥する上暖房器具を使用する機会が多くなるため火災が発生しやすくなりますこの機会に自宅の暖房器具や調理器具を点検するとともに火災の早期発見のため住宅用火災警報器を必ず設置しましょう 全国統一防火標語。お出かけは、マスク、閉じまり、日の用心。住宅用火災警報器の設置、点検をしましょう。住宅用火災警報器の寿命の目安は約10年です。警報器は点検ボタンを押すか、点検紐を引っ張ることで作動確認ができます。ストップ、ザ、放火。 放火されないための6つの対策。丸1、ゴミは収集日の朝に出す。丸2、家の周りに燃えやすいものを置かない。丸3、玄関や家の周りは明るくしておく。丸4、門扉や物置はきっちりと施錠。丸5、自転車や車のカバーは、 防災製品使用。0六地域ぐるみで放火防止に取り組む。問い合わせ消防本部予防課。電話992-2275 f クス992-772211月は大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例啓発推進月間。 大阪府ではヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに違いを認め合い、尊重し合う共生社会づくりを目指しています。私たち一人一人が命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を築きましょう。問い合わせ大阪府人権擁護課電話 06-6210-9282FAX 06-6210-9286虐待と思ったらためらわないでお電話ください11月は児童虐待防止推進月間もしかして児童虐待と思ったらためらわずに次までご連絡ください あなたの行動が子供の安心・安全を守ります。虐待の通告・相談については、プライバシーを尊重し、秘密を守ります。児童相談所、虐待対応ダイヤル。電話、189、いち早く。通話料無料、24時間365日。一部の IP 電話からはつながりません。 八尾市虐待通告専用電話。電話924-9862。ファクス924-9304。平日9時から17時15分。大阪府子ども家庭センター、夜間休日虐待通告専用電話。電話072-295-8737。 平日17時45分から翌日9時及び土曜日日曜日祝日年末年始は終日消費生活トラブルにご用心事例インターネットの通販サイトで特別価格での購入締め切りのカウントダウン表示に焦って注文したところ5回目までは解約できない 定期購入だった。一言助言。お試し。初回限定〇〇オフ。など、お得感を強調したサプリメントや健康食品などのネット注文は、注文を確定する前に、最終確認画面を必ず確認しましょう。丸1。1> 一回限りの購入は。丸2。 2回目以降の価格、丸3、解約方法などを確認することが大切です。また、通信販売事業者が契約の申し込み内容について最終確認画面でわかりやすく表示しなかった場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は契約を取り消しできる場合があります。困ったときは、 消費生活センターまでご相談ください。問い合わせ。消費生活センター。電話924-8531。ファックス924-0180。1世帯当たり5万円。電力、ガス、食料品等。価格高騰緊急支援給付金。電力、 ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯などに対し、1世帯につき5万円給付します。対象世帯、丸1、令和4年度、住民税、均等割が非課税の世帯、基準日、 令和4年9月30日時点で、本市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯、11月中に確認書などを送付します。丸2、令和4年1月以降の家計急変世帯、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、 世帯全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。要申請。丸1の令和4年度住民税が非課税の世帯。丸2の令和4年1月以降の家計急変世帯。のいずれも住民税均等割が課税されている人の 扶養親族などのみからなる世帯を除く。詳細は決まり次第、市政だよりや市ホームページでお知らせします。問い合わせ、八尾市臨時特別給付金コールセンター。電話、990-3090。ファクス、990-3091。平日9時から17時。 コミュニティ推進スタッフがお届け、ちづくりルポ。航空ちづくり協議会が地域住民の声を聞き、その思いを反映させた我が町推進計画。今回は来年度からの第3期計画の策定に向けた取り組みについて、八尾小学校区まちづくり協議会の塩田さんの活動を紹介します。 地域で青少年指導員、防犯警備委員として、子どもとの関わりを大切にされている塩田さん。児童への見守りパトロールや、PTA 協議会などといった活動を通じて、ちづくりに関わりながら、役員として活動されています。コロナ禍も3年目となり、今年こそは子どもたちに思い出づくりの機会を作ってあげたいです。 また、今年は、我が町推進計画を作る年なので、他校区のワークショップを参考に、みんなで話し合っていくつもりですと思いを話されています。我が町推進計画とは、校区町づくり協議会を中心とする地域が主体となって、町づくりを進めていくために、校区内の市民の思いや、 まちづくりの方向性をまとめたものです。5年、10年先の地域のまちづくりの方向性を地域で話し合い、みんなで共有していくための計画です。インタビュー。八尾小学校区ちづくり協議会の塩田さん。計画づくりに向けて一言。八尾小学校区ならではの活動として、昨年度は、 高区の小学生、西方中学校手話部の協力で、町づくり協議会の PR 動画を作成しました。地域の各種団体、生徒児童、学校と話し合って、協力し合った結果、当協議会を知っていただける良い動画ができたと思っています。我が町推進計画を作るのも同じように、 アンケートやワークショップで聞けた地域の皆さんの声を反映していきたいと思っています。PR 動画の QR コードがあります。健康詳細はホームページでご覧いただけます。高齢者などのインフルエンザ予防接種女性インフルエンザの予防接種率の向上と 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの併発による高齢者の重症化を防ぐため、高齢者などのインフルエンザの予防接種費用にかかる自己負担額が今年度に限り無料になります。生活保護世帯や世帯全員が非課税の人など、従来免除申請をして無料となっていた人は今年度に限り 免除申請の必要はありません。接種期間、来年1月31日まで。対象、接種時点で、本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人。丸1、65歳以上。丸2、60歳から64歳で、身体障害者手帳、心臓、腎臓、 呼吸器、免疫不全、一級相当を有する人。接種回数、期間内一回。接種方法、健康保険証を持参の上、丸に60歳から64歳で、身体障害者手帳一級相当を有する人は、身体障害者手帳も。市内の委託医療機関まで。 要予約。委託医療機関は、保健事業案内、または市ホームページでご確認ください。入院、入所など、やむを得ない事情により、本市で接種することができない場合は、接種予定日の2週間前までに、保健センターで手続きしてください。申し込み、問い合わせ、保健センター、電話、 994-8480FAX 996-1598 99歯のコラム11月8日は良い,い歯の日です。航空ケアの必要性新型コロナウイルスによる肺炎は細菌性肺炎との合併で重症化することが指摘されています。特に高齢になると 口の働きが悪くなる、航空機能低下症という状態になる人もいます。そうなると、知らないうちに唾液を誤炎してしまう、不健性誤炎が起きやすく、誤炎性肺炎のリスクが高くなります。一方、要介護高齢者に対し、航空ケアを行ったところ、誤炎性肺炎にかかるリスクを減らすことができたという研究もあります。 口の中を清潔に保つことは、新型コロナウイルス重症化の予防に役立つと考えられますので、正しい航空ケアを行いましょう。歯科医師会ホームページアドレス、https://www.yaodent.com 献血にご協力を。日時、丸1、11月5日土曜日、10時30分から16時30分。場所、リノアス2階。丸2、6日日曜日、10時から12時と、13時から16時。場所、アリオヤオ1階レッドコート。 丸三、13日、日曜日、10時から13時、場所、みその小学校、日時、場所など変更になる場合があります。丸一のリノアス2階では、呼び込みのボランティアを募集しています。詳細はホームページをご参照ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、 9 9 0 4 5 6 7ファクス9 2 4 0 9 7 4保健所の検査相談 HIV、梅毒、クラミジア、臨筋検査匿名化予約制日時11月10日木曜日24日木曜日 9時30分から11時。HTLV-1 検査。人 T 細胞白血病ウイルス検査。予約制。日時。11月24日木曜日。11時から11時30分。検査要件あり。心の健康相談。アルコール相談。予約制。 日程など詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ。保険予防課。電話994-6644。ファクス922-4965。ガン総合支援センター合同サロン。日時11月18日金曜日14時から。 内容、癌患者の体験談やリラックス不安軽減に効果のあるタッチングプログラムをズームで紹介申し込み11月14日まで私立東大阪医療センターホームページ問い合わせ八尾市立病院癌相談支援センター電話922-0881 ファクス924-4820健康医療福祉店中止のお知らせ11月20日日曜日に開催を予定していた健康医療福祉店は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となります問い合わせ保健センター電話993の 8600、パクス、996-1598。保健センターの教室。障害者障害児、歯科予防教室。日時、11月26日土曜日、14時から。内容、歯科診療に馴染むための講習とブラッシング指導。対象、 障害者、障害児、定員20人、申し込み順。申し込み、11月1日から11日。八尾スマートライフ塾、全3回。日時、12月7日、14日、21日の水曜日、9時45分から。内容、 糖尿病の基礎知識から食事、運動などによる生活改善方法の講座。対象、市内在住の40歳以上。定員30人。申し込み順。申し込み、11月1日から。E メール、電子申請か。申し込み問い合わせ、保健センター。電話、 993-8600。ファクス9 9 6 1 5 9 8大人の健康審査・検診。対象。胃がん・胃部 X 線検査。35歳以上。胃内視鏡検査。委託医療機関のみ。50歳以上。 大腸癌、40歳以上。肺癌、40歳以上。乳癌、40歳以上の女性。子宮癌、20歳以上の女性。骨密度、40歳以上の女性。特定検診など、今年度、40歳以上で受診券をお持ちの人、または、 40歳以上の生活保護受給者など、健康保険適用除外者。科、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳,歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳と75歳以上。妊婦科。 妊婦。肝炎ウイルス。40歳以上で過去に受けたことがない人。20歳から39歳は、府内の委託医療機関で受診か。受診は種別ごとに1人につき、年度内に1回です。ただし、胃がん検診の内視鏡検査と乳がん、子宮がん検診は2年に1回です。 丸一、委託医療機関で受診できる検診。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん、特定検診など。歯科、妊婦歯科、肝炎ウイルス。委託医療機関での検診の申し込みは、直接委託医療機関へ。委託医療機関の問い合わせは、 保健センターまで。丸2。保健センターで実施する検診。時、内容の順に読みます。午前は9時から11時30分。午後は13時から15時30分。12月16日金曜日。午前、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん。 骨密度、特定検診など。午後、乳がん。12月20日、火曜日。午前、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん。いずれも場所は保健センター。各種検診には条件があり、受診できない場合があります。詳細はお問い合わせください。 申し込み11月2日8時45分から窓口は11時から QR コードからも申し込みか QR コードがあります申し込み問い合わせ2の保健センターで実施する検診はホームページか保健センター電話993-8600 FAX 996-1598元気なうちからフレイル予防いくつになっても自分らしく暮らし続けられるよう、市ではフレイル予防に重点を置いた取り組みを行っています。今回はフレイルの予防改善につながるおすすめの生活習慣などを紹介します。フレイルとは、 加齢に伴って筋力や心身の働きが低下して、要介護状態に近づいてきた状態のことを言います。誰もが避けられない過程ですが、フレイルが進むスピードを遅らせ、介護が必要となる時期を先延ばしすることは十分に可能です。本市では、要支援、要介護認定を受けている高齢者は約23%いますが、 さらに、要支援、要介護認定を受けていない高齢者の中で、足腰が弱くなって転びやすいなど、運動機能が下がっていて、フレイルが疑われる人の割合は約12%と推定されています。令和元年度介護予防、日常生活圏域ニーズ調査より、健康寿命を伸ばすための5つの生活習慣、 気候が良く活動しやすいこの時期から取り組むのにぴったりです。丸1、活発な身体活動。毎日20分以上歩き、週2回以上スクワットやかかと上げなどの足腰の筋力運動と体操を続けましょう。丸2、食生活は、さあにぎやかにいただく。 バランスの良い食事をとるために、さ、魚、あ、油、に、肉、ぎ、牛乳、や、野菜、か、海藻、い、芋、た、卵、だ、大豆、く、果物の十食品群のうち、七種類以上を毎日食べましょう。 丸三、お口のケア。歯磨きや口腔ケアで、歯と歯茎の健康を保ち、しっかりと噛んで飲み込むことを意識しましょう。丸四、趣味や仕事、ボランティアなど。人との交流や様々な社会活動を続けましょう。丸五、定期的な健康審査、検診を。 定期的に検診を受けるとともに、気になる症状があれば、早期に受診・治療を受けましょう。問い合わせ。健康まちづくり科学センター。電話994-0665。ファクス922-4965。保健センターの健康相談など。不妊・不育相談。 日時12月21日水曜日13時30分からと14時30分から場所保健センター定員各1人申し込み順申し込み11月1日からあなたの町の健康相談予約制会場や日程など 詳細は市ホームページをご参照ください。オンライン健康相談予約制日時平日10時から16時1人30分程度内容 Zoom による健康相談申し込み相談日の1週間前まで E メールで申し込み問い合わせ保健センター 電話 993-8600FAX996-1598 特定不妊治療費助成経過措置の申請期限延長特定不妊治療の健康保険適用化実施に伴う令和4年度の経過措置について申請期限を延長します措置内容 令和3年度以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する保険適用外で実施した治療については、1回の治療に限り助成対象。申請期限、来年3月31日まで。申し込み問い合わせ、保険予防課、電話99、994-6644。ファクス。 922-496511月10日から16日は、アルコール関連問題啓発週間。お酒をやめたいのにやめられない。アルコール依存症は飲酒のコントロールができなくなる病気です。本人や家族だけで抱え込まず、まずはご相談ください。心の健康相談、八尾市。 予約制。電話994-6644。ファクス922-4965。平日8時45分から17時15分。年末年始を除く。依存症専門相談。大阪府。予約制。電話06691-2818。 ファクス06691-2814 6平日9時から17時45分第2第4土曜日9時から17時30分大阪依存症土日ホットライン大阪府電話0570-061-999土曜日日曜日 13時から17時大阪府ホームページに相談先や専門医療機関などを掲載しています。問い合わせ保健予防課電話994-6644 f a x 922-4965冬場に流行するノロウイルス食中毒にご注意 ノロウイルスは感染力が強く、食品や人の種子を介して経口感染し、嘔吐や激しい下痢、腹痛、発熱などを引き起こします。乳幼児や高齢者、抵抗力が落ちている人は特に注意が必要です。症状がひどいときは早めに医療機関を受診してください。食中毒予防のポイント。 トイレの後や調理の前、食事の前はハンドソープでしっかり手を洗う。食品は中心部まで十分に加熱する。同居人が感染した場合は使用した食器などは分けて洗浄・消毒する。問い合わせ保健衛生課電話994-6643ファクス 922- 4965イベント・講座詳細はホームページでご覧いただけます。大和川サイクル月間日時10月23日日曜日から11月30日水曜日内容大和川周辺のスポットやイベントを自転車で周遊する デジタルスタンプラリー参加方法など詳細はホームページをご参照ください問い合わせ大和川周遊サイクルスタンプラリー事務局電話 066633-9493SDGs とエコフェスティバル11月5日土曜日6日日曜日 10時から17時。アリオヤオ、ヤオの里山生き物展示。ソーラーカー作り。環境パネル展示会。ヤオ高校書道パフォーマンス。ゆるキャラ大集合。リノアス、環境パネル展示会。11月20日日曜日。10時から17時。 泉谷スーパーセンター八尾店ソーラーカー作り環境パネル展示会ゼロカーボンの取り組みや環境をテーマとした親子向けのワークショップなど様々な催しを行います詳細は市ホームページをご参照ください問い合わせ環境保全課、電話924の 9359。ファクス924-0182。緑化園芸講座相談会。11月10日木曜日。光と生育。17日木曜日。11月の庭の手入れと樹木剪定。24日木曜日。剪定と水やりの注意。 いずれも、時間、13時30分から、受付は13時から、場所、公園管理事務所、対象、市内在住在勤の18歳以上、定員、各24人、当日先着、問い合わせ、ノート緑の進行課、電話、924の、 3869。パクス。924-0216。八尾市坂道文化連盟。坂道店。日時。11月12日土曜日。丸1。0時から15時。内容。お茶席流霊席。店員。150人。当日先着。 丸2、10時から17時、内容、池花の展示。13日日曜日、丸1、10時から15時、内容、お茶席流霊席。店員、150人、当日先着。丸2、10時から16時、内容、池花の展示。場所、 いずれも文化会館。問い合わせ。八尾市坂道文化連盟岩山。電話090-4900-6127。盆栽展。日時11月12日土曜日11時から16時13日日曜日9時から16時 場所、公園管理事務所。問い合わせ、同好会、盆栽会、商談電話、991-0635。ビジネスチャンス発掘フェア。日時、11月16日水曜日。10時から17時。17日木曜日。 10時から16時。場所、マイドーム大阪。内容、府内を中心としたものづくり企業約200社が自社の技術や製品を紹介する展示商談会。当日直接会場まで。問い合わせ、ビジネスチャンス発掘フェア事務局。電話、922の 1181。11ファクス922-8828。就職フェア。八尾、柏原。日時。11月16日水曜日。13時から16時。場所。文化会館。内容。八尾市、柏原市内の事業所約20社による会社説明会。 就職面接会当日直接会場まで問い合わせ無料職業紹介所電話920-4088ファックス924-0180認知症サポーター養成講座日時11月17日木曜日14時から 場所、社会福祉会館。内容、認知症の基礎知識。対象、市内在住、在勤、在学者。定員20人、申し込み順。申し込み問い合わせ。11月1日から。電話、八尾オレンジダイヤル。電話、920-6530。 矢尾ふるさと歴史学校日時11月19日土曜日9時30分から雨天結行場所大阪メトロ矢尾南駅改札口集合内容沼大田周辺の散策費用200円学生は無料当日直接会場まで 問い合わせ。環境パートナーシップ協議会。さそてなやを坂城。電話。941-7529。輝き発。現代的課題講座。丸一。春徳丸。鏡塚古墳と大石淳教に。淳教に旧宅を訪ねる。日時。 11月19日土曜日10時から場所近鉄服部川駅改札口集合座学は高安小セ線定員20人申し込み順申し込み11月1日から電話丸 ○2 和紙の折り紙江戸の絵馬うさぎ日時 11月30日水曜日10時から場所対象コミセン定員20人申し込み順費用500円申し込み11月1日から25日まで電話丸3紙をくるくるペーパークイリング小畜梅の雪うさぎ日時 12月6日火曜日14時から。場所、南高安小セ線。内容、橋袋作り。定員、15人。申し込み順。費用、500円。申し込み、11月1日から25日まで。電話。04、音楽療法士がお届けする歌声広場。 日時、12月13日火曜日、13時30分から。場所、明川小見線。内容、歌ったり笑ったりして楽しみながら、脳の活性化などの体験。対象、概ね60歳以上。定員、15人、申し込み順。申し込み、 11月1日から25日まで。電話。申し込み問い合わせ。障害学習課。電話924-3893。ファクス924-5593。共に生きる障害者店ともいき。日時。丸1。11月19日土曜日。 内容、合理的配慮などについて考えるフォーラムなど。丸に、20日日曜日、10時から16時。内容、障害者芸術文化コンテストなど。場所、いずれも国際障害者交流センター。当日直接会場まで。問い合わせ、 区民お問い合わせセンター。電話066910-8001。ファクス066910-8005。介護予防の教室。対象は市内在住の65歳以上。申し込み11月1日から。 11月8日火曜日14時から、流下込み線内容、体操、店員25人、申し込み順、申し込み問い合わせ、流下、電話、943-0261、ファクス、943-0267、11月24日木曜日、 13時30分から、東山本小学校区集会所、内容、ノルディックウォーキング、定員20人、申し込み順、申し込み問い合わせ、中谷、電話、943-0801、ファクス、993-5860、12月1日木曜日、 13時30分から、山本小見ん、内容、動作の安全性が向上する運動。定員、20人。申し込み順。申し込み問い合わせ、中谷。電話、943-0801。ファクス、993-5860。 11月16日水曜日13時15分から、蚊帳振り園。内容、ヨガ。店員、15人。申し込み順。申し込み問い合わせ、蚊帳振り園。電話、ファクスともに。928-7080。11月15日火曜日13時30分から、 山本集会所。内容。AI で歩行解析。定員15人。申し込み順。申し込み問い合わせ。スローライフやお。電話990-1220。ファクス990-1219。11月16日水曜日。 10時から、旧法事愛の里。内容、就活の講座。定員20人。当日先着。申し込み問い合わせ。旧法事愛の里。電話、990-0337。ファクス、990-0338。11月19日土曜日。 14時から、後部本町公民館。内容、運動。店員、15人、申し込み順。申し込み問い合わせ、ホーム大使堂。電話、996-0262。ファクス、996-5867。八尾地区 JA 祭り。日時、 11月23日、祝日。8時45分から12時、雨天決行。場所、八尾小学校。内容、八尾山野菜などの即売会や模擬店など。車での来場はご遠慮ください。問い合わせ、大阪中川町農業協同組合。電話、943の。 2832。FAX941-8288 28。歴史と自然を訪ねて。国史跡、高安千塚古墳群を巡る。日時11月26日土曜日9時30分から、雨天中止。場所、服部川七丁目公園集合。 内容、高安山麓の史跡を巡りながら、八尾の歴史を学ぶ。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴のこと。定員、20人。申し込み順。申し込み問い合わせ。11月1日から18日。電話、ファクス。八尾市郷土文化推進協議会事務局。 障害学習課、電話、924-3893、ファクス、924-5593、高安の森自然学校、日時、11月26日土曜日10時から、雨天欠航、場所、近鉄石切駅改札口集合、 内容、天然記念物の人元もとすすきの観察。費用、200円。学生は無料。当日直接会場まで。問い合わせ、環境パートナーシップ協議会、さそてなやを事務局。環境保全課、電話、924-9359。ファクス、924-9359。 0182。モア美術館、ヤオ児童作品展。日時、11月26日土曜日、10時から19時、27日日曜日、9時30分から15時30分。場所、文化会館。内容、市内在住の小学生の、 絵画書写作品の展示。問い合わせ。モア美術館ヤオ児童作品展実行委員会見栄電話070-3258-4375。ファクス996-3071。生き生き健康フェスティバル in ヤオ。日時。 11月26日土曜日13時から場所総合体育館内容12グループによる日頃取り組んでいる健康づくり体操の発表当日直接会場まで問い合わせ生き生き健康フェスティバル in 矢尾実行委員会鶴の電話999の 7884。普通救命講習。日時、11月27日日曜日13時から。場所、山本ミ見線。内容、心肺蘇生法や止血法、AED の使い方など。対象、市内在住、在勤、在学の中学生以上。 定員30人、申し込み順。申し込み問い合わせ。11月1日から。消防署各消防出張所窓口。電子申請。消防署、電話99、992-2975。ファクス99、992-2281。文化講演会。 東湯気遺跡と湯気の宮。日時、12月3日土曜日14時から。場所、社会福祉会館。内容、東湯気遺跡、湯気寺跡の発掘調査の概要。対象、15歳以上、中学生不可。定員、30人、申し込み順。 申し込み問い合わせ。11月1日から30日。電話、ファクス。八尾市郷土文化推進協議会事務局。障害学習課。電話。924-3893。ファクス。924-5593。人権啓発セミナー。日時。丸一。 YouTube 配信12月12日月曜日から23日金曜日。丸2動画講演会12月13日火曜日14時から内容初めての LGBTQ 性の多様性と人権丸2の動画講演会は会場で動画上映。 丸2の動画講演会は、場所、区画会館、定員110人申し込み順、一時保育あり、対象1歳児から小学4年生、定員5人抽選、費用1人目500円、2人目250円、3人目からは無料、申し込み11月22日まで、 手話通訳あり、丸1の YouTube 配信と丸2の動画講演会は同一内容となります。申し込み問い合わせ。11月1日から、丸1の YouTube 配信は、E メール、電子申請。丸2の動画講演会は、窓口、ファックス、郵送、E メール、電子申請。 人権啓発セミナー、住所、氏名、振り仮名、電話番号、参加方法、丸1、YouTube 配信か、丸2、動画講演会の選択。丸2の動画講演会は、一時保育、手話通訳希望の有無を記入のこと。市役所内、人権政策課、電話、924-3830。 ファクス924-0175スポーツ詳細はホームページでご覧いただけます。体力特定会日時11月16日金曜日13時30分から場所安中人権コミセン 22日木曜日13時30分から場所明川小見線内容体力や栄養状態航空機能の評価など対象市内在住の65歳以上定員各50人申し込み順申し込み問い合わせ 11月1日から、窓口、電話。地域支援室。電話、924-3837。ファクス、924-3981。ミニトランポリン体操。日時、来年1月12日から3月23日の木曜日。全10回。 場所、総合体育館。対象、市内在住で18歳以上の女性。定員、各30人。申し込み順。費用、5000円。ワクワクコース、時間、13時30分から。内容、楽しみながら体力づくり。楽楽コース、時間、15時から。 内容、体力に自信のない人でも取り組める運動。申し込み問い合わせ。12月1日、8日の無料体験教室開催時に直接会場まで。八尾市トランポリンレクササイズ協会、宮本。電話090-3613-7609。相談。 詳細はホームページでご覧いただけます。税理士による相談会。日時。11月10日木曜日9時から予約制。場所。市役所本館実会市民相談室。内容。税理士または税理士法人が関与していない一般納税者を対象とした税相談。申し込み問い合わせ。 電話、近畿税理士会八尾支部事務局、電話99、991-500、9時から12時、行政書士による相談会、日時、11月11日金曜日、13時から16時、受付は15時まで、場所、市役所本館実会市民相談室、内容、 許人化手続き、各種契約、帰化、遺言、相続など、問い合わせ、大阪府行政書士会東大阪支部、岡野、電話、06-6809-3848、不動産相談会、日時、11月17日木曜日、9時30分から12時、 受付は11時30分まで。場所、市民相談室。内容、不動産取引、住宅購入の契約や手付金、賃貸マンションの申し込みや契約など、問い合わせ、大阪府、宅地建物取引業協会、東大阪八尾支部。電話、066618-1234。 司法書士、土地家屋調査士による、当期測量協会相談会。日時、11月18日金曜日14時から、場所市民相談室。内容、当期測量協会など、定員5人申し込み順。申し込み問い合わせ、11月11日から、電話。コミュニティ政策推進課。 電話924-8521ファクス992-1021青年貢献制度個別相談会日時12月9日金曜日13時30分からと14時30分から場所社会福祉会館内容弁護士や司法書士社会福祉士による 青年貢献制度についての相談会申し込み問い合わせ11月1日から電話社会福祉協議会電話924-0957パクス924-0974借金問題解決のための相談会日時12月10日土曜日11日日曜日 いずれも10時から16時予約制場所近畿財務局内容弁護士による相談申し込み問い合わせ随時受付電話近畿財務局多重債務無料相談窓口電話066949-6523施設の催し 掲載しきれなかった催しもホームページにて掲載。四音寺山古墳学習館。月替わり体験。古墳キーホルダー作り。日時、11月5日から27日の土曜日、日曜日、いずれも10時から15時。費用750円。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。 学び場オンライン古市古墳群を歩くはびきの詩編日時11月23日祝日14時から内容四本寺山古墳学習館ホームページから YouTube ライブ配信で視聴できます四本寺山古墳学習館電話ファクス共に941-3114 安中神殿会所跡旧上岳住宅旧家で記念撮影七五三日時11月2日水曜日から23日祝日9時から17時内容七五三のお祝いに座敷や庭で自由に記念撮影費用観覧料必要植松劇場 お庭で人形劇、紙芝居。日時、11月12日土曜日、14時から。定員20人、当日先着。費用、観覧料必要。雨天時は土まで開催。上松灯籠の日。夜間開館。日時、11月19日土曜日、17時から20時30分。 入館は20時まで。安中神殿会所跡、旧上岳住宅。電話、ファクス、共に、992-5311。歴史民族資料館。歴史ハイキング。高安山麓の力石巡り。日時、11月27日日曜日、9時30分から、雨天中止。場所、 近鉄、市議山口駅改札口集合。定員20人、申し込み順。費用200円。申し込み、11月2日から20日。ミュージアムトーク、展示解説。日時、12月4日日曜日、13時から。場所、歴史民族資料館。内容、テーマは、 亀井遺跡の弥生県、八尾出身の弥生博、キャラ紹介とともに、定員16人、申し込み順、申し込み11月16日から、ファミリー体験講座、鋳造体験、銅卓を作ろう、日時、12月4日日曜日14時15分から、場所、歴史民族資料館、 対象、就学前時は保護者同伴のこと。定員、12人、申し込み順。申し込み、11月16日から。歴史民族資料館、電話、941-3601。ファクス、941-6193。埋蔵文化財調査センター。関西文化の日、考古学体験。 日時、11月12日土曜日、13日日曜日、いずれも13時30分から。内容、火起こしと石棒傍によるほつみ体験。対象、小学3年生以下は保護者同伴のこと。定員、各5人、申し込み順。申し込み、11月1日から10日、E メールか。 毎度文化財調査センター電話ファクスもに994-4700国際交流センター世界とつながるオンライン交流フランス編日時11月20日日曜日19時から内容ズームを使った交流会対象18歳以上定員 30人申し込み順申し込み11月1日から17日ホームページディディアさんと一緒に作ろう美食大国ペルーの家庭料理日時12月11日日曜日14時から場所障害学習センター内容料理作りを通した交流会対象16歳以上 定員30人申し込み順。費用800円。申し込み11月1日から12月8日。窓口電話。世界各国各地のタコ募集。内容来年1月開催の世界のタコ揚げフェスティバルで使用する世界のタコの募集。申し込み12月28日まで。 窓口、ボランティア募集内容日本語交流や外国にルーツを持つ子ども支援イベントの企画運営など対象13歳以上17歳以下は保護者の同意書が必要日本語交流と外国にルーツのある子ども支援は18歳以上申し込み随時受付窓口 国際交流センター、電話、924-3331、ファクス、924-3332。障害者総合福祉センター。いずれも対象、市内在住、在勤、在学者。応募多数字は抽選。ただし、初行者優先。テーマ別、パソコン。日時、 内容12月11日日曜日9時30分からポチ袋を作ろう12月11日日曜日13時30分からクリスマスカードを作ろう対象障害者障害児定員各4人費用500円教材希望者のみ 陶芸体験、全2回。日時、12月21日水曜日。来年1月11日水曜日。いずれも13時から。対象、障害者。定員、10人。費用、500円。申し込み、11月1日から10日。E メールか。障害者総合福祉センター。 電話、993-0294。ファクス、993-0334。総合体育館。11項目あります。1、マタニティストレッチ。日時、11月4日金曜日、18日金曜日、いずれも11時15分から、場所、総合体育館、対象、 安定期に入った妊婦、子供同伴化、費用500円、当日直接会場まで。2、車椅子バスケットボール、日時、11月14日月曜日、19時から、場所、総合体育館、対象、小学生以上、定員10人、当日先着、費用100円、 3. 耐震グラウンドゴルフ大会。日時11月28日月曜日9時から。場所福満寺町市民運動広場。内容個人戦。対象18歳以上。定員200人抽選。費用500円。申し込み11月14日まで必着。 4. 高齢者サビー体操全10回。日時,時12月2日から来年2月10日の金曜日。113時から。214時から。場所総合体育館。対象50歳以上。定員各30人。抽選。費用5500円。申し込み 11月19日まで必着。5。レズミルズボディバランスフレキシビリティ全10回。日時12月2日から来年2月17日の金曜日9時から。場所総合体育館。対象15歳以上。定員30人抽選。費用4500円。 申し込み、11月19日まで、必着。6、子供野球教室。日時、12月3日土曜日9時30分から。場所、山本球場。内容、オリックスバファローズ OB 選手による講習会。対象、小学3年生から6年生。定員60人、抽選。 費用500円申し込み11月19日まで必着7ミニトランポリン健康体操全次回日時12月5日から来年2月20日の月曜日10時から場所総合体育館対象18歳以上定員40人抽選費用 6500円。申し込み。11月19日まで必着。8。親子リトミック無料体験。日時と対象。12月16日金曜日15時30分から。2歳児とその保護者。12月16日金曜日16時30分から。 3歳児、4歳児とその保護者。場所はいずれも総合体育館。定員各20組、抽選。申し込み、12月3日まで必着。9、ファミリー触れ合いバドミントン。日時、12月17日土曜日10時から。場所、総合体育館。内容、ダブルス、個人戦。 対象と費用。小学3年生から中学生ペア。1000円。小学3年生から6年生とその保護者。1500円。中学生とその保護者。1500円。重複申し込み不可、申し込み12月3日まで必着。10。 生き生き健康ヨガ全8回日時12月19日から来年2月20日の月曜日13時15分から場所総合体育館対象65歳以上定員30人抽選費用4400円申し込み12月3日まで必着11 優しい椅子ヨガ、全8回。日時、12月19日から来年2月20日の月曜日14時20分から。場所、総合体育館。対象50歳以上。定員30人、抽選。費用3600円。申し込み、12月3日まで必着。申し込みは、 3から11まで、窓口、ファクス、郵送。教室名。4の高齢者 3B 体操と、8の親子リトミックは時間も。住所、氏名、振り仮名、年齢。学生は学年も。性別、電話番号。3の耐震グラウンドゴルフ大会と、 6の子供野球教室9のファミリーフれ合いバドミントンは経験の有無3の耐震グラウンドゴルフ大会は所属クラブがある場合はクラブ名を記入のこと郵便番号581-0018青山町3-5-24総合体育館 電話925-0220。バックス925-0230。南木の本防災体育館。5項目あります。1、ランニング教室。日時、11月12日土曜日10時から。対象18歳以上。定員15人。抽選。費用。 500円、申し込み、11月7日まで、筆着。2、放課後グラウンド開放。日時、11月16日水曜日、15時から、対象、小学生以下、定員50人、当日先着。3、ポールを使ったウォーキング。日時、11月25日金曜日、10時から、 対象18歳以上、定員15人抽選。費用500円。申し込み11月15日まで必着。4、椅子に座ってシニアが、日時11月30日水曜日9時から、対象50歳以上、定員20人抽選。費用 500円、申し込み、11月20日まで筆着。5、クリスマスフレンチ教室。日時、12月6日火曜日、10時30分から、対象18歳以上、定員15人、抽選。費用2000円、申し込み、11月19日まで筆着。 申し込みはいずれも、ファクス、往復はがき。5の、クリスマスフレンチ教室は、窓口、電話、郵送。教室名、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入のこと。郵便番号581-0042、南木のも3-1-9。1 9 南木の本防災体育館、電話924-6657、ファクス924-6659、安中人権コミセン、いずれも対象は市内在住在勤者、ビジネスマナー、全2回、日時11月14日月曜日、15日火曜日、 いずれも13時か、定員10人抽選、申し込み11月1日まで。バランスボール、日時、11月21日月曜日10時から、定員15人抽選、申し込み11月4日まで。パソコンで年賀状作り、全4回。日時、1、 11月25日から12月6日の火曜日、金曜日。2、11月28日から12月8日の月曜日、木曜日。いずれも10時から。定員各6人、抽選。費用500円。申し込み、11月2日まで。安中人権コミセン、電話。 922-1491ファクス999-4626今東稿資料館臨時休館11月22日火曜日から25日金曜日は展示替えのため臨時休館します企画展示今東稿が描いた矢を日時 11月26日土曜日から来年3月12日日曜日内容テーマは人々の暮らし年越し春の民族今度投稿資料館電話943-3810ファクス923-2937文化会館12月1日 自動抽選分の可視感申し込み受付。内容。令和6年1月4日木曜日から2月4日日曜日の大ホール、小ホール、レセプションホール、展示室と令和5年6月分の会議室などの可視感申し込み。申し込み。11月5日から25日。窓口、ホームページ。 避難訓練講談会。もし講演中に地震火災が発生したら、日時12月8日木曜日14時から、内容、講談師は極道南流さん、対象小学生以上、定員160人、申し込み順、申し込み11月18日から、窓口、電話、ホームページ、 高島千佐子、ウィズ・スーパー・チェリスト。日時、来年1月12日木曜日19時から。内容、バイオリニスト、高島千佐子さんと、実力派チェリストによる演奏会。タイスの瞑想曲、ジュピター、他。対象、小学生以上。費用、2000円から9800円。全席指定。 各種割引あり、割引は要証明書。申し込み、11月6日から。窓口、電話、ホームページ。令和3年度、八尾市文化新人賞受賞記念、極道南流独演会。日時、来年1月22日日曜日14時から。対象、小学生以上。費用、3000円。 申し込み11月18日から窓口電話ホームページ文化会館電話924-9999ファクス924-5010男女共同参画センター自分史活用講座日時12月13日火曜日10時30分から場所 社会福祉会館。内容。就職活動や生きがい発見。団体の PR にも役立つ自分史づくり。対象。市内、在住、在勤、在学の女性。定員、40人。申し込み順。一時保育あり、詳細はお問い合わせください。申し込み。11月22日から。窓口。 電話、男女共同参画センター電話ファクスともに923-940山本図書館金融講座キャッシュレス決済の基礎知識日時11月25日金曜日10時から場所山本コミセン、対象18歳以上定員20人 申し込み順申し込み11月11日からマジカルパーティーで山本図書館日時12月3日土曜日10時30分から場所山本コミセン内容子供向けマジックショー対象3歳児から小学生申し込み11月19日10時から 山本図書館で整理券配布、先着40人。山本図書館、電話995-3883、ファクス995-3886。式図書館、お楽しみ、本の福袋。日時、11月1日火曜日から。場所、式図書館。内容、 師書が選んだ本の貸し出し、先着70人。本のリサイクル祭り、日時、11月19日土曜日、13時から16時。場所、敷き込み線。内容、皆さんから提供された本をお譲りします。対象、市内在住者。15分総入れ替え制、各回30人。申し込み、 11月12日10時から、式図書館で整理券配布、先着270人。クリスマス工作、日時11月26日土曜日13時30分から、場所式図書館、対象5歳児から小学生。申し込み11月5日10時から、式図書館で整理券配布、先着8人。 式図書館、電話948-5454、ファクス920-2211、八尾図書館、11月の移動図書館、表、日程、ステーション、駐車時間の順にいます。11月2日16日、旧法寺グリーンマンション、14時から14時50分、 タコチ小学校、15時20分から16時20分。9日30日。朝日プラスティーヤオミナミ、13時20分から14時。大田第一公園、14時15分から15時10分。大正小学校、15時20分から16時20分。17日。福万寺公民館。 13時20分から14時10分、桂青少年会館、14時30分から15時20分、長池小学校、15時35分から16時35分、10日24日、総合体育館、13時50分から14時40分、大正北小学校、 15時20分から16時20分11日25日京高寺第一公園13時20分から14時天皇の森14時15分から15時15分大阪部公園15時30分から16時30分4日18日大竹会館14時10分から15時 高見南小学校、15時30分から16時30分。5日、19日。明川東小学校、13時20分から14時10分。氷川開館前、14時45分から15時30分。服部川七丁目公園、15時45分から16時30分。 12日26日、高安西小学校、13時10分から14時、山本町北第一公園、14時20分から15時、みその小学校、15時30分から16時30分、表、終わり、天候などの理由により変更になる場合があります。 運行状況など詳細はお問い合わせください。八尾図書館、電話99、993-3606、フックス923-2937。相談窓口、11月。記事内容の詳細は、市ホームページでご覧いただけます。原則として、祝日は休み。相談内容、時、ところ、 問い合わせなどの順に読みます。コミュニティ政策推進課。電話924-8521。法律。火曜日、木曜日。3日、15日、24日、除く。13時から17時30分。市役所本館1会階市民相談室。定員、各9人、申し込み順。 予約制相談日の前週の金曜日8時45分から1週間分をコミュニティ政策推進課で電話受付。コミセンで,での法律相談118日旧法寺コミセン225日高安コミセンいずれも13時から16時定員各6人。 申し込み順、予約制、1日8時45分から、コミュニティ政策推進課で電話受付。日曜法律相談、27日13時か17時30分、市民相談室、定員9人、申し込み順、予約制、1日8時45分から、 コミュニティ政策推進課で電話、電子申請受付。電子申請は9時から。行政。1、7日、市民相談室。2、28日、市役所本館6階会議室。いずれも13時から15時、予約制。コミュニティ政策推進課、電話、 924-8521社会福祉会館心配事月曜日木曜日13時から16時電話991-9871身体障害者平日10時から16時心証相談室電話924-8652聴覚 言語障害者、木曜日、10時から16時、老舎者相談室、ファクス99、993-9740、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、10時から16時、ファクス受付のみ、ファクス99、997-2730、視覚障害者、平日10時から16時、 視覚障害者相談室。電話924-8653。高齢者介護。月曜日、水曜日、金曜日。13時から16時。電話924-8654。厚生保護。平日10時から16時。矢尾厚生保護サポートセンター。電話080 2488-0855障害者雇用10日13時から17時予約制八尾柏障害者就業生活支援センター電話940-1215ファクス943-0294青年貢献平日8時45分から17時15分 権利擁護センター、電話924-0957、子ども総合支援センター、子育て、月曜日から土曜日、9時から17時15分、子ども総合支援課、電話924-7560、児童虐待、平日8時45分から17時15分、 子供総合支援課、電話924-9862子供のいじめ、月曜日から土曜日、9時から17時15分いじめから子供を守る課、電話924-4008教育センター、教育、就学、平日9時から17時予約制、電話 941-3365青少年平日9時から17時電話941-9974いじめなど24時間365日24時間子供 SOS ダイヤル電話0120-78310暮らし学習館電話 922-6185消費生活子育て健康女性月曜日から土曜日10時から15時土曜日は11時30分まで土曜日のみ予約制暮らし学習館電話922-6185サポートやおボランティア 平日9時から17、時、ボランティアセンター、電話925-1045、子育て、平日9時から17時、八尾ファミリーサポートセンター、電話924-3657、その他の相談、人権擁護委員による人権相談、2日16日、いずれも、 14時30分から16時30分予約制人権政策課電話924-3830人権平日8時45分から17時15分人権政策課電話924-3830子供のいじめ平日8時45分から17時15分 人権教育課、電話924-9854。発達、就学前時、月曜日から土曜日、9時から16時。福祉型児童発達支援センター、電話996-0008。育児、月曜日から土曜日、9時から16時30分。各私立認定子ども園。 子供、若者の引きこもりなどの相談。平日9時から17時。八尾市引きこもり等若者相談窓口は970-5981。対象、おおむね39歳まで。一人親家庭のための法律相談。18日13時から16時。予約制。子供、若者政策課。電話。 924-3988定員6人申し込み順女性4日8日17日22日いずれも10時から13時15日29日いずれも13時から19時16日30日いずれも12時から16時予約制 男女共同参画センター。電話923-4940。DV。平日9時から17時。八尾 DV 相談専用ダイヤル。電話924-6550。児童虐待。24時間365日。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。 平日17時45分から翌日9時土曜日日曜日祝日は終日夜間休日虐待通告専用電話電話072295-8737障害者虐待24時間365日障害者虐待防止センター電話925-8737 1197高齢者電話相談平日8時45分から17時15分地域支援室電話924-9306生活平日8時45分から17時15分桂人権コミセン電話922-1826 安中人権コミセン、電話922-1491生活困窮、平日8時45分から17時15分生活支援相談センター、電話924-3761住居確保給付金、平日9時から17時予約制 生活支援相談センター。電話924-3761。消費生活多重債務。平日9時から17時、予約優先。消費生活センター。電話924-8531。職業。平日8時45分から17時15分。桂人権コミセン。 電話922-1826勤労者法律9日26日いずれも13時から16時予約優先ワークサポートセンター電話929-0040就労相談平日9時から11時相談時間外や土曜日 日曜日祝日は予約制。桂地域就労支援センター。電話922-1827。安中地域就労支援センター。電話922-1892。龍下地域就労支援センター。電話922-2911。山本地域就労支援センター。電話 922-3661。平日10時から18時。予約優先。相談時間外や土曜日、日曜日、祝日は予約制。中央地域就労支援センター。電話929-0040。建築士、弁護士による建築相談。8日、22日。 いずれも9時から12時、22日は建築士のみ、予約制、住宅制作課、電話、924-3783、心と命の相談、平日9時から17時、月曜日、金曜日は電話のみ、20時まで、実施日が祝日の場合は、翌営業日に振り替え、 対面は予約制。電話のみ。電話949-5260。メールアドレス。yao-inochi.dream.com。福祉など様々な生活相談。平日9時から17時。桂人権コミセン。 電話992-2601安中人権コミセン、電話924-4575龍下コミセン、電話923-6644山本コミセン、電話923-5539月コミセ線電話949-8191八尾市人権協会電話 924-0016緊急救急連絡先小児救急医療、急病夜間診療はホームページをご覧ください連絡先、内容、問い合わせなどの順に読みます救急安心センター大阪救急車を呼ぶか迷った時24時間365日電話シャープ7 1 1 9 または、066582-7119。大阪府小児救急電話相談。子供の急病時。19時から翌日8時、365日。電話、シャープ #8000。または、066765-3650。大阪府救急医療情報センター。症状に応じた医療機関の案内。 24時間365日、電話06-6693-1199。保健センター、休日休病診療、電話993-8223。受診前に電話連絡のこと。曜日、受付時間、診療科目の順に読みます。土曜日、17時から20時30分、小児科。 日曜日祝日、10時から11時30分、内科、小児科、四科13時から15時30分、内科、小児科、四科17時から20時30分、内科、小児科。5、読み物。八尾の教育、第114回。 大切なな私、そしてあなた、人権教育を通してあらゆる人権が尊重される社会を目指してあらゆる人権が尊重される社会に人権教育の果たす役割人権に関するさまざまな問題が複雑多様化し新型コロナウイルス感染症に関する差別などの新たな人権課題もクローズアップされています。 人権とは人間が自分らしく生きていく権利、生まれながらに持つ権利であり、すべての人に保障される大切なものです。自他共にかけがえのない存在だということを子供たちが学ぶことで、互いを大切にし、あらゆる人権を尊重する気持ちが育まれていくものと考えています。学校での取り組み、現在各学校では、 いじめの未然防止を目的として産・官・学共同で開発された学習プログラムによる脱いじめ防観者教育や助産師さんから命の大切さについて学ぶ授業障害者アスリートとの交流を通して共生社会について考える学習ジェンダー平等に関する当事者からの聞き取りや様々な国の文化に触れる多文化共生教育などに取り組んでいます。 今後も子どもたちが人権について学ぶことで、自他を大切にし、あらゆる人権が尊重される社会を目指しています。人権作品展示会。八尾市立、小学校、中学校、義務教育学校の児童生徒 PTA が作成した人権作品展示会を毎年開催しています。今年度は11月18日金曜日。 19日土曜日、10時から16時、文化会館で行います。人権尊重を訴える作品を通して、みんなで人権について考えてみませんか。ぜひ一度ご覧ください。問い合わせ、人権教育課、電話924-9854、ファクス923-2934。医学豆知識 胸郭出口症候群、八尾子医師会あまり聞き慣れない病名ですが、両腕を上げたままの姿勢を継続したり、重いものを数回運ぶと、両腕がしびれる、痛みが出現するなどの症状がある人は、該当する可能性があります。主な原因は、首からの神経の束が、鎖骨と第一肋骨の間で圧迫を受ける、あるいは、 小さな力で頻繁に腕を引っ張られることによるとされています。圧倒的に女性に多く、平均年齢は30代とされています。診断には首のレントゲン検査などが行われます。治療は確定的なものはありませんが、痛み止めの内服、患部の注射などの薬物療法、ホットパックやマイクロ波照射による温熱療法が挙げられます。 頸部の検引療法は症状が悪化する可能性があるので注意が必要です。稀に手術療法をする場合もあります。症状が肩こり、首こり、または五重型などと似ているので自己診断しがちですが、思い当たる人はきちんと検査、治療することが大切です。医師会ホームページアドレス。 http://www.yao.osaka.med.or.jp6 フォトニュース街の話題を写真で紹介9月11日灯炉の明かりに願いを込めて 県省寺周辺の道路などで、旧法寺寺内町灯籠祭りが行われました。灯籠には様々な思いが込められ、自分が作成した灯籠を見つけた子供は、きれいに光っていて嬉しいと笑顔で話していました。灯籠を見つめる親子の写真です。9月19日、3年ぶり、笑顔弾ける河内温度祭り。 河内温度の本場、八尾の夏を飾る第45回八尾河内温度祭りが3年ぶりにアリオ・ヤお及びリノアスで開催されました。台風接近により終了時刻が繰り上げられましたが、河内温度の歌や太鼓の音を聞くと、やっぱり八尾の夏は河内温度だなと思いました。久しぶりに踊れて嬉しかったと参加者は笑顔で話していました。 河内ち音道を踊る人々や、ワークショップを楽しむ子どもたちの写真です。9月25日、子どもも大人も守ろう。交通ルール。9月21日から30日に行われる秋の全国交通安全運動の一環として、交通安全市民の集いが、アリオヤで開催されました。 子供から大人まで約700人が参加し楽しみながら交通安全について考える機会となりました。警察官の制服を着て白バイの前でポーズをとる子供の写真です。